ちゃん、こんにちは。さやかさん、ちょっとお久しぶりになりましたが、あるある発掘逸材選手。はい、前回のね、西武からちょっと間空きました。まあ、開けざるを得なかったんそんなことない、まあ、そんなことないな。あの、はい、ね、この動画の再生数が、はい、あの、良ければずっと続いていきますよってことだったので、一旦ちょっとね、中休憩。いや、だけどさ、うん、あの、佐藤とかね、うん、あ、そう、広島の上がってきましたよ。上がってきたよね、ね、言ったよね、2枚からスライダーを。そうですよ、カチカーン言って、うん、いや、ここでね、取り上げているあの下の選手たちがこうやって活躍するとやっぱ嬉しいですよね、はいはい、というわけで今日はソフトバンクです、はい、今ソフトバンクで前田という言葉がワードが非常に人気これね、俺本当にね、はい、ファームのゲームを見るんだよ、はい、家でちょっと時間があるとき、うん、前田投げてたよ。投げてました。え、どっちの前田か分かる。いやいや、そう、前田優吾の方ですか。優吾の方、そうです。前田優吾投手と前田純投手、はい、2名いるので、今日はそういった選手を、投手を、そうだな、紹介していきます。いや、まずはその前田優吾投手。いや、やっぱり大阪桐蔭出て、はい、まあ、その野球のセンスとか、はい、まあ、プレートさばき、まあ、洗練されてるよね、はい、あれと思ったんだよ。高校の時も覚えてるんだけど、なんかすごく一皮向けて大人になったような感じがしたな。わずかまだね、数ヶ月ぐらいですけど、ね、そうそうそう、すごく大人びた感じがして、はい、投球内容も、もうなんかベテランなのみたいな、はい、もう手玉に取るというか、うん、ファームの選手たちを、ファームの中日戦ですね、まあ、中日戦だったけども、はい、もうブライトなんかもなんかとんでもない三振してたけどさ、はい、いや、そのぐらいやっぱ変化球っていうか、うんうん、チェンジアップがスッと切れるんだよね、はい、だから面白いなと思ってさ、うん、おそらく紅白戦やったらソフトバンクの打線は苦労すると思う。もうそんな感じで、いや、やっぱね、左の抜き球を持ってるピッチャーに苦戦するから、うん、あー、で、まさにそうですよね。そうそうそう、でも自分だからな。そうですね、同じ、そうです、そうそうそう、同じチーム。いや、だけど面白いピッチャーだなって、うん、やっぱ落ち着いてるわ。やっぱそこはやっぱり大阪桐蔭、いや、その大きな舞台を踏んできてるっていうこともあるだろうし、はい、自分に自信があるというかさ、はい、まあ、そんな感じもするしね、うん、だから、まあ、和田いつ引退してもいいよっていうような、はい、左はいるよみたいな、もう、あの時期、ね、あの、はい、次世代左のエースというふうな呼び声も高いんですけれども、まあ、ね、あの、去年のドラフト1位前田優吾投手、はい、6月6日の2軍戦中日戦で鮮烈な本拠地デビューを飾ったんですけれども、自己最長の6回を3安打無四球無失点、高校の新人とは思えない投球術が光ったというところで、あのアンダー18の日本代表、はい、世界一に導いた、まあ、ルーキーでもあると、まあ、そうだね、はい、いうところなんですけれども、その、まあ、試合後、あの、やっぱり自身課題も冷静に分析していまして、まずはまっすぐの球速、強さ、伸びを上げていきたい、今のレベルではまだまだ1軍では通用しないということで、あくまでもやっぱり相手は2軍、1軍で勝つことを意識している。この日、中日戦、ファームの中日戦では最速143キロ、ただこの緩急をつけた投球で、まあ、中日打線を手玉に取ったと。いや、まあ、ベテランみたいなもんだよね。いや、本当に、だから球速が落ちた、はい、ベテランみたいな感じでスッスー投げたけど、うん、まあ、本人はやっぱまっすぐの球速をもう少し上げたいんだろうね、はい、でもね、球速を上げるっていうのもキレをつけていった方が俺はいいと思う。キレ、うん、だから、まあ、球速なんていうのはさ、もうみんな150キロ投げたって150キロに慣れてるから、はい、それよりはキレのあるパンチの効いたっていうかさ、うん、キレの効いたというか、はい、まあ、そういう球の方がやっぱ打ちにくいと思う、うん、あとはやっぱこう持ってる変化球も非常にいいしね、うん、まあ、チェンジアップなんか特に抜けもいいしさ、コントロールも悪くないし、はい、いや、このままで通用しないって言うかもわかんないけど、まあ、ちょっとしたらすぐ通用するようになる。お、そうですか。いや、俺は早いと思うよ。あの、実はそのソフトバンクの倉野チーフ投手コーチ、はい、がやっぱり、まあね、手順にかけてというか、もう、あの、非常に注目している投手の一人として、やっぱりこう成長にこう携わっているわけですけれども、ベースを上げないといけないということで、僕は彼にはほっと一軍に来てたまたま勝って調子を落としてまたファームみたいな、一軍を行ったり来たりする投手にはなってほしくないと。一軍で投げられるポテンシャルはある、試合に出られる力は今でも持っている、でも年間を通して一軍で活躍できるかは別、そういう意味ではスケールの大きな投手になってほしいという
ふうに大注目です。まあでも1年間本当に戦いが続くわけだから、はい、まあ、その中で戦っていってほしいって言えば、はい、それはやっぱりスタミナ面だとか、うん、そういうものはいるよね、はい、うん、だから高校生のスタミナがレベルであればやっぱこう休ませながらとか、うん、まあ、そうなってくるから、はい、まあ、それはさしたくないっていうわけでしょ、うん、はい、まあ、しっかりした、まあ、育成プランに乗っかって、うん、多分やってんのかなという感じはするけども、うん、でも一回家に上に来たら、はい、多分バッと活躍できると思うよこのピッチャーは。ここまで2軍戦4試合に登板して防御率 0.57、この2軍とはいえ、いや素晴らしい成績残しているので、やっぱり上でちょっと見たいなっていうふうに、まあ、そうだね、まあ、ね、まあ、焦らなくてもすぐ出てくると思うよ、うん、あ、そうですか、出てくる出てくる。でもすでにグッズの売り上げがすごいということで、いや、まあ人気あるだろうな、大阪桐蔭で甲子園出てるしそうですね、ドラ1出しっていうところもありますもんね、うん、それとかっこよさが増したな、この数ヶ月間の前に。なんか高校の時はそんなかっこいいやつだなとは思わなかったんだけど、はい、これどっかで見たことあるなと思ったら、はい、こう大阪桐蔭の前田じゃんみたいな感じで見てた、はい、豊さんも実はドラフトの時に大注目をやってるんですよ。そう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 、うん、やっぱりね、一つの形っていうのを持ってるよね、打ち取る形、うん、その一つ一つの精度を上げていけば、はい、もう本当に勝てるピッチャーにはなる、すぐ。これ早く行くと今年どのあたりで、いや今年の終盤、まあ、例えば順位が決まるとか、はい、そういった時ぐらいとかには一回上げるような気がするけどね、うん、経験させるというか、後半戦入ってからとかではなくて、ちょっともう順位が落ち着いてからになりそうですか、そこは。まあ、順番待ちしてるピッチャーがたくさんいるからね、多分あそこはまあそんなに慌てなくてもいいかなっていうような感じがするよ。なるほど。いやだから経験はさせたいなというふうには思ってると思うよ、うんうん、やっぱ一軍の景色をね、はい、見せときたいなっていうのはあると思うね、はい、さあそしてもう一人の前田投手、前田純投手なんですけれども、昨年の育成ドラフト10位で入団した、はい、左ピッチャーです、はい、沖縄の、中部商業高校、はいはい、これ山川穂高選手と同じ高校になります、はい、日本文理を経て、昨年の育成ドラフト10位で入団したんですけれども、はい、実はこれスカパーファーム月間 MVP 賞の5月度の受賞選手にも輝いたということで、このピッチャーは変化球が切れるな、変化球はやっぱこうなんか大きいよ、うんうんうん、欲をかかなければ、はい、すぐでも使えるようなピッチャー。そうなんですか。いやだからまあ先発とかじゃなくて、はい、もう一人の前田は先発でね、うん、まあ、しっかりこう6回をクオリティスタートぐらいで投げてほしいって思うかも分かんないけど、こっちの前田は先発もできると思うけども、いや使おうと思ったら中継ぎでもパーンと使える可能性はあるよね。十分にある。で実は5月に2試合登板して2勝0敗計16イニングを投げて自責点0ということで、中継ぎでも十分に、いや十分いけると思うよ。あの変化球っていうのはなかなか初見では捉えるっていうのは難しいと思う。でここまで6月6日現在なんですけれども、ウェスタンリーグで8試合に登板して4勝1敗、防御率は 1.19 というところで、189センチ、はい、投げ下ろす140キロ前半のまっすぐとカーブやスライダー、チェンジアップを制球よく投げ分けるのが持ち味と。いやカーブとかフォークとか魅力的だよね。いや特にカーブが目立つね。カーブがなんかガーンと曲がるね、はい、いいね、いいね実は和田剛投手と自主トレに、オフに参加したということなんです、はい、いい先輩がいるからな、いい話をな、はい、いっぱい聞いて、うん、勉強してほしいけどもさ、うん、まあだけどその和田にはなれないわけだし、自分のスタイルっていうのは絶対いるわけだから、うん、はい、あれだけのいい変化球持ってると自分のものが出来上がってきそうな気はするけどもね、うん、まっすぐのやっぱ力っていうのはもう少し欲しいけど、はい、うん、同じ前田のようにキレで勝負できるようなピッチャーだよね、うん、長持ちしようと思ったらそんなにね、はい、パワー系のピッチャーじゃない方がいい。例えばヤクルトの石川が持ってる、はい、和田が持ってるように、うん、ある程度技巧を使いながら組み立てていけるようなピッチャーを目指すと長くできる、はい、選手生命長く、そうそう、ま、うん、っすぐがまっすぐでいってて、まっすぐが落ちたらもう何にもコッパみじんになったみたいな、うん、そういうピッチャーじゃないよ2人とも、うんうん、長くたくさん活躍できるっていうか、はい、まあそういうピッチャーに2人ともなんか育ってきそうな気がするな。楽しみで
ですよね。特にあの前田純投手の方はやっぱり育成なのでまだ支配下登録はされてないの で今残り4枠支配下はあるということなの で同じ育成の左腕で例えば三浦投手なども安定して活躍しているのでなんとかそこに前田純投手も食い込んでいや支配下左っていうのは得だよ。まあ育成から支配下になるのは、まあ、間違いないかなっていうような気はするよね。うん、だからまあご覧の皆さん前田って、はい、ダブル前田覚えておいた方がいいと思うけど、ね、そうですよね。いやポッター上がってきた時、いやあれはもうカーブがいいけどみたいなここで言ってたことそのまま言うね。まあ前田ね、うん、まあ、あ大阪とはチェンジアップいいから、うん、居酒屋トークしていただけたらね。それでそうですよね。いややっぱすごいな。ただあの2軍戦ちょっとね見ましたけどいい選手いっぱいいますね。他にもね、いやだからさ、まあ、一時期ね150キロ投げないととか、うん、速いピッチャーが主流だったけども、はい、今ちょっと変わってきてね。ソフトバンクも、うん、技巧というかさ、はい、しっかり組み立てができる、うん、力任せじゃなくて、うん、組み立てができるピッチャーがなんか育ちつつあるな。変わってきましたね。変わってきたね、うん、まあ、昔はなんかブルペン投げててもう本当速いピッチャー多かったよ、はい、キャンプ行ったって、うん、いやだけど最近ではなんかこう本当にしっかりゲームを作れる、うん、まあ、そういうピッチャーにこう移行してきたのかなっていう。ちょっとセリーグ向きのピッチャーたちっていう感じなんですか。まあセリーグももうパリーグもなくなったけどね、まあ、セリーグのピッチャーも早くなったし、うん、だから一昔で言えば、はい、そういう風な感じかなっていうような感じはするけどね。まあ出てきて活躍するのは楽しみやけどな。そうですよね、まあ、今回はソフトバンクのもうダブル前田優吾投手と、もうなんか本当その目つけた人間だけで、うん、ベストライン作りたいよな。あそうですね。最後にいやそれでなんか将来的にこの中から、うん、あの WBC とか、はい、しょっていけるような選手が何人いるかっていう。あそれで最後作ってみたいですね。この動画でね、あの紹介した選手たちでぜひ。まあそれよりは見てくれないとな。そうなんです。そのまずそうなるためにも皆さんがね、テンション下がっちゃうからな見ていただかないとっていうのもありますし、ね、あのぜひぜひ皆さんが注目する育成の選手であったり、はい、2軍の選手こんないい選手いますよというのありましたらぜひコメント欄に書いていただけるとね、はい、励みになります。そうです、取り上げられるかもしれない。我々が励みになる。あこちらがそうあ選手もそうだし、そうだ、ね、こちら側もということで、はい、はい、ぜひよろしくお願いします、はい。